第24課。1番。エドさんは誕生日のプレゼントについて日記を書きました。何をもらいましたか例。こんばんは。もうみんな来たうんうん。まだだよ。愛子さん、さあどうぞ。エドさん、誕生日おめでとう。花をどうぞ。綺麗だね。愛子さん、ありがとう。 一。1> 1キムさん、いらっしゃい。エドさん、誕生日おめでとう。これ、どうぞ。開けてもいいあ、素敵なセーターだね。ええー、私が作ったの。わあ、いいデザインだね。どうもありがとう。二。 こんばんは、ミゲル君。うわあ、大きい帽子だなこの帽子、僕のプレゼントだよ。僕の国では男の人はこれをかぶるよ。じゃあ、メキシコの帽子面白いね。うん、お祭りの時かぶる帽子だよ。そう、ミゲル君、ありがとう。 三。わあ、ケリー先生だ。さあ、どうぞ。ありがとう。エドさん、誕生日おめでとう。オーストラリアのワインを持ってきました。どうぞ。ありがとうございます。どこで買いましたかシドニーの空港で買いました。この間、国へ帰りましたから、このワイン、きっと美味しいと思いますよ。そうですか。じゃあ、みんなで飲みましょう。